はい、今回は、天元戦の、予選 A から、龍志君九段対、鶴山淳志八段の碁を、見ていきたいと思います。はい、この両者はですね、本因坊戦の最終予選でね、当たりましてね、はい、その時はね、鶴山先生が勝たれましたね。で、その後見事ね、本因坊リーグ入りましたよね。はい、龍先生にとってはね、はい、連敗はしたくないところでしたね。はい、から33ですね。はい、はい、まあ、これもまあおなじみの、形ですね。はい、でシチョウで取れないので、この場合は、はい、桂馬にされました。はい、はい、で両上がり、はい、伸びで打たれましたね。はい、つけることの方が多いんですけど、はい、まあ、こういう進行になりまして、この場合は二間とかでしょうかね、うん、こういう布石もあったと思うんですけど、伸びて、まあ、伸びから二間に開きましたね。はい、うん、はい、あ、滑りですね。これはこの辺りと変わるんでしょうか。あ、ぶつかりと変わって、なるほど、ここを重視されましたね。はい、この手ではこちらに、開いていれば普通のような気もするんですけど、まあ、この辺りとかコスミで打たれるのが嫌ったっていうことでしょうかね。はい、うん、まあ、これも大きな手ですけど、爪も、はい、大きいところで、はい、33ですね。なるほど、これをちょっともう軽く見たんですね、うん、はい、この場合もこのシチョウがねいい時は一間飛びで打つっていう、はい、形もあります。はい、これはこのシチョウあたりも見てますね。はい、あ、これはシチョウが良くなったのでこういう手もあったでしょうか。これは主張がおそらく良くなってると思うんですけど、そうですね、はい、まあ、てっきりこういう予定かなと、はい、思いましたが、これ逃げ出していきましたね。あ、この石を助けるんですね。はい、これは非常に力強い。あ、僕なんかこう捨てちゃいそうですけどね、この石は取ってもらって、うん、これでどうなんでしょうね。不満ない気もするんでしょうすけどね。これまた何か打ったらこういうような手が切り離されてしまいますんでね。うん、はい、捨てなかったのはね、力強いですね。うん、はい、結構龍先生はねどちらかというとしのぎよりはね攻める棋風ですからね。はい、うん、力強い進行を選びました。これで3目は取りまして、はい、まだ完全のね、ここに跳ねられると白は完全な目ではないので、はい、はい、はい、これはつけたということは、まあ、こちら跳ねたら切ろうということですね。はい、このような感じでさばこうというつもりですね。はい、まあ、白は固くこちらの2目を取りに行きました。はい、で取って、はい、コスミに回りましたね。うん、この収支はどうなんでしょうね。うん、まだなんともここ切り離していくのかどうか。あ、行きましたね。うん、やっぱり何か切っていきたいところですかね、白としたら。はい、うん、そうですよね。黒もねちょっと怖い打ち方をねしてるんですけど、うん、大丈夫でしょうかね。結構自分が黒持ってたらこの中央の石心配に見えるんですけどね。はい、かけついて、
まあ白もね、まあこの切りとかが若干まあ狙いにもあるので、そんなに取りに行けなかったということですね。まあ、一応無事に全部黒はしのぎましたね。白はそうですね。これぐらいだと、黒十分だったでしょうか。こちらの内から押さえた手はね、まあ、先手を取ってここに打ってね、分かりやすい、これで計算ができたというような感じでしょうか。自信ありという感じですよね。なるほど、ここに手を戻されてしまったのはちょっと痛かったですね、白としたら。まあ、あとはまあ難しいところはあまりないでしょうかね。まあこんなところですか。これで黒の中押し勝ちとなりましたね。まあやっぱりこの辺りのさばきしのぎ方でしたか。白はこうなって、まあ、ここまではまあいいと思うんですよね。黒もこちらで頑張って、この時に、カケツギなんですよね。例えばですけど、何かないですかね。例えばこういうような感じで目をこう取りに行くのはどういうことなんでしょうね。今切るのはこういうような手も、こういう、そうですね、こうやって、まあ、こういうのが、これはこうなって、こういうような感じですかね。これで取れてますので、まあ、振り返りですよね。まあ、例えばですけど、こういうような感じだと、こうちょうどね、つながるような感じですよね。なかなかこの辺りが、霧の具合があって、なかなか取りに行けなかったんでしょうかね。これはそうですね、無事だったら黒は結構頑張りましたよね。結果的には、ちょっと怖い打ち方にも見えたんですけどね。ここ2目抜かせてね。この辺りもね、ちょっと危機があったのでね。でも、まあ、見事綺麗にしのいで、ここ収まって少し黒が良くなったでしょうかね。じゃあそれではこの辺りで終わりにしたいと思います。それでは失礼します。